横浜タイヤはやっぱりオールマイティなんですね。高級車にも本当に間違いなくあのいいタイヤ、もう本当に歴史のあるやっぱりスポーツタイヤ。それ以外はやっぱ考えられない。僕ると横浜ゴムはチャレンジャー。おお、すごい人が今、もう今オープンしたんですけど、もうやばい。で、各ホールこれなんで、もうあの、なんていうか、日本語で言うと寿司詰め状態。ああ、ちょっとおかしいのかな。まあ、すごい、まああの、大群がこう、ちょっと飲み込まれるように逃げなきゃいけない。Hey man、 西澤ラビーと申します。ここですね、2024年の東京オートサロンにやってまいりました。初日なのにこれだけの人がもう来ています。今日はね、ちょっとオートサロンのブースとかいろいろ寄ったり、いろんな人にちょっとお話とか聞いてみたいなと思っていますが、まずはですね、横浜タイヤさんのブース、ちょっと行ってみたいと思います。 Let's go。さあこちらね、まず歩いて、来たらまず目に飛び込むのはね、フォーミュラーカーなんですけど、自分もちょっと分からなかったんですけどね、横浜タイヤさんってこういうスリック、本当にね 100% レースカーのスリックとかもね作ってるの、まあ、自分に馴染みがあるのがやっぱり、ストリートカーとか、についてるようなタイヤなんですけどね、ちょっとこれを見てね、やっぱり技術がね何でも揃ってるんで何でも作れるんだなっていうのを本当、思いました。もうちょっとね他の、車も見ていきたいと思いますが、こちらねアドバンの AD09 なんですけど、実は僕も、ちょっとねサーキット走る車のねフロントタイヤとして、使ってるんですけどね。さあ今度はこちらもね市販車なんですけど、これはね、なんだこれはテスラですね。テスラ電気自動車の、タイヤも、もちろんカバーしているみたいです。なんかね電気自動車って結構やっぱり車重があるっていうのを、聞いてるんで、多分そういうものにも対応しながら、多分コンフォート差だったり燃費だったり、そういうのを多分考えた、タイヤだと思うので、もちろんねいろんなそのスポーツ走行から、普段使えるようなタイヤをカバーしているのが多分横浜タイヤなんでね。サーキット、ね、スリック、スポーツ走行、そして、まあ、電気自動車、ストリートをいろいろ見てきたんですが、今度はこちらこの、ジオランダーを履いているオフロード車です ね、ハードコアな、ロッククライミングだったり、オフロードだったりから、ストリートも、走れるような、ATMT のタイヤを、取り揃えているみたいなのね。ということで、ちょっとねざっと横浜タイヤさんのねブース見ていったんですが、次、もうちょっと詳しい人たちにちょっと聞いてみたいなと思います。さあ今までですねこのブースを回って、このタイヤのことを僕がね独断でベラ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 喋ってたんですけど、ちょっと詳しい人に聞いてみたいと思います。皆さんこんにちは、横浜ゴムの山崎と申します。私一応ここの責任者やってますので、なんとなく商品のことは説明できるかなと思います。ということで、まあ、あのいろんなタイヤがある中で、今回このブース、立ち上げた時に、まあ、一番ちょっとねやっぱり横浜さんの方で、このタイヤ注目してもらいたいなって、タイヤはどれですか。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、とこちらがアドバンデシベル V55 さんという商品になりまして、はい、来月から発売を開始する、新モデルになります。このタイヤのメインの、まあ、目的というか、このタイヤは何用で、どういう用途なんでしょうか。こちらは、まあ、アドバンっていうと赤黒 の、 あのレーシングなイメージがすごい強いと思うんですけど、こちらはちょっと違ってまして、まあタイヤの業界の中ではプレミアムコンフォートっていうゾーンがありまして、非常に静粛性が高くて、まあ、上質な乗り心地っていうのを目指した商品になってます。まあ、あのこのデシベルシリーズってもう結構長いですよね。もともとアドバンシリーズじゃなくて、はい、DNA デシベルというような、はいね、名前のところからスタートしまして、長く続いたデシベルブランドということで進化を遂げてきてるんですけども、はいはい、これ久しぶりにリニューアルして、他に、なんかまあ楽しそうな、面白そうなタイヤってあります？はい、まずこちらのアドバンエーペックス、あのこれを履いて走ってる車散々見てます、審査員やってるんで。ということでね、この今ね、紹介してもらったこの2つのタイヤ、フォーミュラドリフトジャパンでも、まあ、スペックタイヤとして、ワンメイクタイヤとして使われてるタイヤなんですよね。そうですね。この J3 で使っているこのワンメイクのこのエーペックスなんですけど、選手からね本当に評判いいです。ね、今偉い人がいるから目の前で言ってるだけじゃなくて本当にそういう話してるんですけど、やっぱりねその持ちが良かったりとか、あとは
その性能が数値で出ると思うんですけど、それ以上にそのやっぱり500馬力600馬力、出てる車でも普通にああやってサーキット走行、かっこいいドリフト走行ができるような、タイヤになっているので、すごいそれは今嘘偽りなく皆様にお話ししてるんですけど、そして自分も実はこれフロントタイヤを使ってるんですけど、なんて言えばいいんですかね、一番本当に思うのがただグリップを追い求めてるんじゃなくて、すごくその操作性すごいなんかダイレクトに、簡単に操りやすいタイヤなんだなと本当思います。私としても自信を持っておすすめできるタイヤです、はい、ということで皆さんもちょっと履いてみたらどうでしょうということで、はい、今後すいませんありがとうございました。あ、こっちだっけ今度の、ブースは HKS さんです。エキサイティングなブースなんでちょっと見に行ってみたいと思います。すいません、HKS さん。あ、どうも、こんにちは。はい、お疲れ様です。こちらね、HKS の方に、やってきましたが、ちょっとさらっとこのブースの説明してもらっていいですかね。はい、今年は HKS ブースがジャンルとしては3つ、はい、のジャンルになってます。で、1つ目はこれからコンプリートカーをちょっとやっていきたいなっていうのがありまして、すごい野望ですね、はい、今の段階ではコンセプトカーぐらいな感じで、まあ、これに対してお客様どういう反応をしていただいて市場どんな感じかなっていうのを、まあ、今の段階では確認するためのモデル。まだまだ今考えてる段階ですね、はい。あと2つはですね、もう1つがハイエースを EV 化して、はいはい、まあエコに、はい、で物もしっかり運べるっていうコンバージョンをコンセプトにした車を時代展示してます、はいはい、さあ最後に3つ目、はい、レクサスの LM、はい、をちょっとベースにした、コンセプトカーっていうところで、コンセプトカー、はい、ちょっとじゃあまた、HKS の味を、取り入れてる感じなんですか。すげえちょっと疲れちゃったんですけど俺、ちょっと俺 LM の中で休んでていいですか。あ、どうぞどうぞ。あ、おおそうなんです。ちょっとこれ休めるかっていうと休めないんですけど、はい、ちょっと頭おかしいんですけど、何これ。何か分かりますよ、僕も車好きなんで。ただなんでこれがこの車の中に入ってるんですか。一応コンセプトはプロドライバーもしくは時間にとても忙しいオーナーさんがサーキット楽しむときに、サーキットに向かう途中にここでこれから走るデモンストレーションをして、すごいな、到着した時に、まあ、道に慣れた状態で、はい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 、ちょっと今年の H ケースはやばい。 So let's go ahead and jump into this。 ちょっとね、じゃあ早速乗りたい、ちょっと面白そう。ちょっとじゃあ早速 ZN6 ですね、この間乗ったばっかの車なんで。本当ですか。喋れてないじゃん俺。いやー、ちょっとね、この車の中でこれを楽しめるのは本当面白いです、これは。そうですね、ということでね、僕はね、もう今日オートサロンも閉まっちゃうと思うんですが、このままずっと、今夜霜をやり続けてここにいようかなと、ちょっと思いますよね。もうみんな大丈夫よ、帰っちゃって、このまま走ります。本当にありがとうございました。はい、さあ続いては、老舗のアルイン雨宮さんの方で、お話を聞きたいと思います。さあ、雨さん、お久しぶりです。どうも、雨宮です。なんか聞くところによると、はい、オートサロンなんだっけな、連続出店回数と、なんかいろいろあるんですよね。そうだよ、いろいろあるけど、まあ一番古いですね。一番ずっと長くなってるね、年も取ったけど一番古いです
ということで、レジェンドでもある天さんなんですけど、横浜タイヤを履いててどういう、なんて言うんですか、なんでこのタイヤを選んだのかと、あとやっぱり性能的なところちょっとプロの方から聞きたいんですけど、横浜タイヤはやっぱりオールマイティなんですね。雨でもいいし晴れでもいいしサーキットもいいしオールマイティ最高です。ということで、ね、プロフェッショナルがやっぱり選んでるということでね、それは信頼性高いと思いますよ。今回はありがとうございました。最高。これこれ、 This is what I like。 まあ俺旧車好きなんですけど、すげえ古いサニー、もう多分ね昔のその、 あのレース仕様ですよね、そのまんまの作りですね。だからタイヤもすごいね、これ13インチですね、昔のちっちゃいタイヤ、スリック、これも横浜のスリックですよね。これもまだあるの、すげえな。うわ、またすげえのがあるな、これ。 What in the world is this? This is like full carbon. GR86 のフルカーボンの車ですけど、すごいな、これ。これはね、まあ、コンセプトカーなのか今後出てくるのかちょっと期待したいと思いますよね。フルカーボンの GR86 はとりあえず初めていたんでちょっとびっくりしてます。スポーティーな部分だけじゃなくて、ちょっとラグジュアリーな部分だったり、まあ、大型のセダンだったり車重がある車でも対応してるっていうのが、イメージとしてはあると思います。やっぱり横浜さんが一番大口径のタイヤを持っていらっしゃいまして、でなおかつ私が求めているタイヤサイズがもうドンピシャでアドバンスコースにあったんですね。だからもう、あ、横浜さんあるから、まあ、もうホイールサイズはこうこう高齢にしてサイズを出そうっていうのを開発の時からもう決めてましたんで、もうこれだけのハイパワーのですね、やっぱりこう SUV も車両が進化してきてて、その足元をやっぱり支えるものといったらやっぱりスポーツタイヤで、一番やっぱりこうなんですかね、名前を馳せている、でしかもその歴史がある、やっぱそこに信頼を置くのは、信頼が起きるのはやっぱりアドバンのタイヤなんじゃないかなと思って、私たちもこういうふうに装着をさせてもらってます。進化途中、答えに向かって今歩み続けてる途中、常にテストしたものを表現するのが、まあ、答え合わせをする場所がサーキット、レースであって、それが300キロ、450キロ、500キロとか、まあ、レースの距離があるんですけど、やっぱりライバルがいるんで、それが同じ横浜タイヤだっても車のポテンシャル、ドライバーのポテンシャル、メカニックのポテンシャル、だからタイヤが良くても、まあ、それこそレースの成績も出ないですし、進化途中なものをライバルがいることによって、ライバルもやっぱりそこの部分で進化してる途中だと思うんですよ。それ以上の答えが出た時に僕ら勝てるんで、その勝つために、まあ、その進化してる最中のものを常にテストとしてやってて、でこれはですね、多分どのカテゴリーにしてもそうですけど、答えは永遠と毎年毎年更新されていくんだと思うんですよ。やっぱこういうのって、そのレースのちょっと話だったり裏話だったり、今タイヤの話をしてるんですけど、やっぱそういうのが聞けるからちょっと面白いですよ。さあ、横浜ホイールの方、ブースやってきましたが、昔から自分もね、まあ、自分の車にも、GTR ちゃんに装着してるんですけど、横浜ホイール、まずね、まあ、自分が勝手に言うのもなんですけど、その軽い、あとね、かっこいい、そしてね、トラブルを、ね、聞いたことないですね、あんまり、なんかホイールに何かがあるとか。さあ、ということで、もうちょっと詳しいことを、横浜ホイールの萩原さんにちょっと聞いてみたいと思います。横浜ホイールは、ここにあるように非常に数多くのアイテムを、デザインをして、オリジナルのデザインをして、で製造して発売をしています。例えば、TC4 ですとか RG4、 そして今年の新商品であります RZ3 など、いろんな方から非常に高い注目を得ているホイールをこちらのコーナーでは展示しています。中でも、
アドバンレーシング GT ビヨンド、これはもう世界的に大人気のホイールでして、今回はこの18インチから21インチまでの展開がしていたアドバン GT に初めて、スモールカー向けの17インチのアドバン GT ビヨンド17インチを持ってきました。もうこのホールこんな感じ、あの揉まれながらこうやってもう通れないもん、通れないもん。あら、ちょっとマヤちゃんがいたからお話聞こう。 See Maya's right there. Hey Maya, how you doing? Good, how are you? Good to see you again. Good to see you again. So how's, I mean, look at this crowd, it's crazy. It's crazy, it's crazy. Did you expect it to be like this or what? Yes. Yeah? Yep.ということでね、ちょっとね、通訳しなきゃわからないかもしれないですけどね、混むと思ってたのかって言ったらもうね、はい、やっぱり追ったのはこんな感じよね。そうですね、今年はすごいって いろんな方から聞いてたので、こんくらい来てほしいなと思ってました。そうだよね、はい、ちょっとね、聞きたいことがあったんだけどね、はい、もう最近大活躍でさ、YouTube からもうアメリカに行ったりとか、俺もうどこにいるのかわからないぐらいなんだけど、でも、はい、やっぱりあのタイヤのインプレをやってたりとか、車に乗るのが結構メインになってきてるんだけど、ちょっとさ、やっぱり使ってるタイヤだったり、少し説明もらってもいいでしょうか。私もあのプライベートで、ネオバ AD09 履かせていただいてるんですけど、もうそれ以外はやっぱ考えられないというか、欠かせない存在。でもやっぱり何が一番いいと思う、その。なんだろう、やっぱもうまず皆さん言うように顔からかっこいいなって思うし、あとその安心感とかそういうのをすごいいくつか履き比べて感じさせていただきました。今年はもっとその車に乗れる女子として、その車好きの女子としてちょっともっとかっこいい、なんかファッショナブルでもあるし、そういう女性になりたいなと思います。ごめんね、今日はすげえ人がいっぱいいるんだけど、あの忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございます。最後改まってしまいましたか。いやー、マヤオリドありがとうございます。うわー、なんかこっちはすげーやばい、何これ。いや、すげー、なんかすごい車があるんで、ちょっとあれ、これモーターヘッドって書いてあるけど、ちょっとブース見に行こうかな。うわー、もうこういうのも大好物。すいません、お邪魔します。あ、どうも、はじめまして、ラビーと言います。はい、よろしくお願いします。ちょっとこの車、はい、もう説明がいっぱい必要だと思うんですけど、これは一体何なんですかね。これはもともとはあの普通の通常モデルのポルシェの911の964のカレラ2のポルシェなんですけど、はいはいはい、もう普通のやつから純正の。ちょっと待て、ちょっと待て、はい、いや、ちょっと待ってください。俺、多分今週末一びっくりして、ちょっとわけが分かんなくなってたんですけど、じゃあこれどこまでが純正の部分なんですか。もう本当に面白いんですけど、結局最終的に理想を求めてやっていくと、 A ピラー、 B ピラー、 C ピラー、あとガラスのサイズは変えてないです。それぐらいしか残らない。でももう全部車外。ルーフは、ルーフも全部作り直します。ってことはもう車外の車にちょっと純正足した方が早いんじゃないですかね。まあっていう感じに最終的になっちゃった。まあこのスタイルの車がまずなかったから、自分でもう作らなきゃダメだったってことですね。ブラボー、ブラボー。いや本当にいろいろもっとね話を聞きたいんですけど、あのカメラを止めてから話を聞きます。マニアックなところなんで、本当に、かっこいい車見せてもらって本当にありがとうございました。ありがとうございます。見てください、この人。Look at the crowd. It's only been like 40 minutes since they opened up to the public. もうやばい。しかもこれが1日中続くんですよ、皆さん。これだけの人が来ます。There's a lot of people in one place. でも、これだけ人が来るってことは、それだけ見たいってものがいっぱいあるってことなんで、まあ自分もそうなんですけど、まあこうやってね、車、カーカルチャー、日本のカーカルチャー、
セマとか、海外と比べても一味違うところがあるんでね、多分海外からも、いっぱい人が来るんではないかなと思います。なんでね、やっぱり楽しい模様を自分でもぜひ、見に来て、いろんなブースに行って、いろんな勉強したりとかするのもすごくいいなと思います。